四畳き大学生の一日を紹介していきます。最近急にガチで寒なってきたんで、上はニット下は短パンという意味わからん組み合わせで寝たら、ベッドメイキングを済ませてあったかい格好をして朝のウォーキングに出かけていきたいと思います。こんだけ着てたらさすがに大丈夫やろ。はい、10度を下回る気温の中有酸素を済ませたら家に帰ってスキンケアをやっていきます。今日クリニックで言われたのが、僕の肌めちゃめちゃ乾燥してるらしく、しっかり保湿してくださいということなので、朝晩のスキンケアしっかりやっていこうと思いました。そしてカフェに行ってそのままジムに行こうと思うので、トレーニング中に飲むドリンクも作っていきます。僕 ADHD すぎて冷蔵庫に飲みかけの水が死ぬほどあるんですよ。そのペットボトルを消費しつつ今日もスタバで朝活をやっていきます。たまに夜も同じところに行くので、朝晩同じ店員さんだった場合ちょっと気まずいですね。ほんで最近飲んでるのがユズ&シトラスティーで、これ美味しいんですけど一つ問題があって、粒粒がマウスピースに挟まって鬱陶しい。そんな感じである程度作業が終わればジムに来てトレーニングをやっていきます。最近部位分けとかあんま意識してなくて、今日は肩の気分だったんでやっていきます。サイドレーズがめちゃめちゃ僧帽に入ってしまうんで、最近はベンチに座りながらやってます。本日も最後までご視聴ありがとうございました。